襲われているというのはあのお二人ですよね。大変、すっかり囲まれてます。一刻の猶予もなかないが、急ぎダッキの手から救い出そう。ほーら来た、出しゃばり勇者さんのお出ましよ。じゃあ紹介さん、よろしくね。全員打ちのめせばいいんだろ。失敗しようがない。見事だ、これからも頼みにさせてくれ。貴様らどっちから食らってやろうか。どうにも相手が悪い。俺の軍略、人間以外にも通じるかどうか。こいつら何者だ。しかもここは一体こんなところで負けちまうとは。救援とはありがたい。まさに地獄で仏ですよ。待て、父上の邪魔はさせぬ。来い、鬼神の娘が相手になろう。私だって軍神の娘、当たって砕けます。こいつら強すぎだ。モーテルみたいに敵さん倒して。ここは引く。二人とも無事で何より。さあ我らと共に。いや、まだ長政様とお市様が戦っておられる。お救いせねば。なんと他にも襲われている者がいるのか。急ごう。イチ、大丈夫か。敵はそれがしに任せて後ろへ。いいえ、イチは長政様の妻、共に戦います。長政様、お市様、高田は来てくれたのか。そなたのような忠心を持ってそれがしは下方者だ。感謝します、高田。あなたこそ浅井家の宝です。無能な人間ほど安い餌に釣られるもの。今だ、全軍で包囲せよ。ようやく我らの出番ですな。罠にかかった敵を揉んでくれましょうぞ。あれ、もしかして囲まれちゃったみたい。罠にはまるとは。力を合わせ突破するぞ。よくぞ務めを果たした。さらに励め。よし、頑張っているな。あ、その調子だ。あなたの分。お見事です。これまで厳しい鍛錬をしてきたのでしょう。厳しいと思ったことはない。私にはどうしても叶えたい願いがあったから。長い間苦痛を与え力を見てもらった。その辛さに比べればベルセウスとも。大吉をいじめる奴は許せへんで。うちがいてもうたる。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいですね。長の里のあなたの部はまっすぐですね。そなたのやりこそ勇ましく迷いがない。我らが力を合わせる、どんな敵でも貫けよう。世界らしい人やわ。綺麗なお顔もっとよく見せておくれやす。寄るな、触るな。なんだ、嫌な記憶が蘇りそうな。この感じは、よし、無駄な抵抗を。さらに活躍期待していますね。伏兵が全部やられたか。クソ、どけどけ。逃がすか。彼は私に任せてくれ。趙雲殿たちは呂布とダッキを頼む。承知した。
やだやだ、信じられない。紹介さん逃げちゃうの？ギョフさん、こうなったら思いっきり暴れちゃって、あの人たちみんなぺちゃんこにしていいわ。言われなくても一人残らず蹴散らしてやる。もう盲点みたいに敵さん倒して、こんな形状の建物は見たことがない。どういう構造になっている？高虎、今は戦の最中、よそ見をしてはなりません。お市様、お恥ずかしいところ、より一層奮戦しお役に立ってみせます。さらに活躍期待していますね。ペルセウス殿、一人で大丈夫かな？しかし、ここはどこなのだ？妙な姿の将兵ばかり。安全な方だ。懸命に戦えば元の世界に戻れる。以前もそうだ。こんなことは初めてだ。それがしの方こそ混乱しているようだ。さあ来やがれ、お前なんだ、ひとひねりだ。どうにも引っかかる。今一つ敵に勢いがなかった。そう言われてみれば、なんだか皆さん非力だったように。あんたに比べりゃみんな非力でしょうが、まあ気流の場合ですね。それにしてもお待ちは無事。こんな時こそ煙が役に立つ。叶う相手じゃねえか。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。来い、俺を楽しませてみろ。お前を守る者はもういない。覚悟せよ。追い詰めてさ、観念してもらおう。追い詰められたのはどちらだろう。ペルセウスがダッキにさらわれたとは、もしやあのアテナという女神の差し金だろうか。
全ては私の思い通り。